YM2608 は1985年に日本楽器製造が開発した FM 音源チップである。YM2203 とのソフトウェアレベルでの互換性を保ちつつ、文字多重放送及びキャプテンシステム端末の要求仕様を満たすように拡張されている。4オペレーター、同時発音数6音ステレオの FM 音源部及び SSG3 音モノラル。 さらに、アドピシエム音源を1チャンネルと、リズム音源を内蔵している。YM2203 と、同じく、プログラマブルタイマーを2系統内蔵し、8ビットの i、オーボートも付いている。電源は 5V で、マスタークロックは 8MHz。パッケージは64ピンスティップ。DAC には、YM3016 を使用。いくつかの機能の削除に加え、電気的特性。 パッケージなどを変更した後継のチップである YMF288 も存在する。PC-9801 から86、音源ボード上の YM2608、DACYM3016YM2203 と比較すると、FM 音源部は3チャンネルから6チャンネルへ、音声出力が2系統になることで、左右に音声の出力先を指定可能になり、 音色のパラメータには、LFO 機能が拡張されている。SSG 音源部の機能は、YM2203 との違いはないが、3チャンネルが内部でミキシングされてから出力される。YM2608 に内蔵された、バスドラム、スネアドラム、トップシンバル、ハイハット、タムタム、リムショットの波形を、独立したチャンネルとして、制御可能。 タムタムの音程は一種類のみで変更はできない。ボリュームも調整可能でパンさせることも可能である。アド PCM は4ビット、サンプリングレート 2kHz から 16kHz の性能で CPU メモリ、波形専用メモリともにアクセス可能。外部メモリは最大256基部まで搭載可能である。 再生時には2ヘルツから、55. 5 5 5ヘルツの範囲で自由に周波数を設定できるため音程を変えることが可能である。YM2608 の機能のうち NEC PC-9800 シリーズにて使用された機能に絞ってシュリンクされた後継チップ。SOP28 と QFP44 の2種類のパッケージが用意され、SOP28 は NEC 向け。 QFP44 は、サードパーティー向けに供給された。ハードウェア的には、I-3 から8915巻のパラレル I、オーボートが削除され、低消費電力のスタンバイモード、レジスタの扱いの異なる、YMF288 モードが新設されている。消費電力そのものが削減されるとともに、FM 音源部、SSG 音源部ともに、デジタル出力に変更され、 汎用の DAC が使用可能となった。また、レジスターアクセス時のウェイトタイムが大幅削減されている。音源チップとしては、アド PCM、PCM 機能と CSM モード、プリスケーラー機能の削除に伴い、該当機能のレジスターについては互換性の維持のため存在はするが機能しなくなっている。p c 十八シリーズの p c 千八百一から十六 互換音源ボードの一部や PC-9821 の一部機種の内蔵音源として使用されたほか、X68000 用の音源ボード MK、MU1O にもアップ名の代用品として搭載されている。ありがとうございます。